眼科医の平松です。今日は新視力をパスするコツについてお話しようと思います。山善さん、先生質問があるんですが、もうすぐ車の免許更新ですと。で、視力検査をパスするコツや2種の免許があって、新視力の検査、苦手で、何か良い方法はないでしょうか。結論から言うとですね、新視力はもちろん目の機能も重要なので、眼鏡合わせたりとか、それも重要です。で、もちろん病気があったら治療するね、これ基本ですけど、結構訓練なんですよ。なぜかというと、新視力っていうのは何かっていうと、こう2本棒が立ってて、1本棒がこうね、行き来して、この2本とうまく合うところでボタンを押すみたいな、こんな検査なんですけど、結構慣れがあるんですよ。つまり、ちゃんと目は見えてるんだけど、この距離感が得意じゃない人や得意な人っていうのがいるんですね。なので、この棒を置いて、もう1本棒を置いて、あ、このぐらいの距離だなっていうのは慣れでかなり変わるんです。極端な話しましょう、本当は右目と左目が見えないと、この立体感っていうのはわからないものなんですが、かなり慣れてる人は片目つぶって片目でもピピッとぴったり止めることができるんですよ。だからよく、いや私左目が悪いから新視力はもうダメなんだよねって言うけど、いや、やってみてくださいと。訓練すればもうビタッといきますと。ただその訓練ね、得意な人もそうじゃない人もいるわけなので、まあ、算数が得意な人、国語が得意な人がいるようなもんですよ。ですから、まあ、慣れてうまくいけばできるので、まあ、ご自宅でもやってみたりとか、まあ、そういうのをね、やってくれるような場所とかもあったりするので、まあ、実際こう練習してみるのが一番だと思っていただければと思います。で、もちろん普段のね、運転の中でも立体感をちゃんと使って、距離感を把握したりとか、普段歩くときも、このぐらいの距離なのかなって推測してみたりとか、まあ、そういうのも重要になってくるんで、ぜひやっていただければと思います。今日は、新視力、ね、2種免許を取るときの、なんていうかな、うまい取り方というか、練習の仕方についてお話しました。皆さんが、コメント書いてくださったり、高評価ボタンが多いと、あ、これみんな興味があるんだなってさらにアップしてきたりしますんで、ぜひコメント欄や高評価ボタンを押してくださればと思います。よろしくお願いします。